アイスホッケー女子韓国代表はオリンピックをはじめとするアイスホッケーの国際大会に出場する大韓アイスホッケー協会による女子ナショナルチームである。2014年ソチオリンピックまで韓国女子代表は冬季オリンピックに出場した経験はない。国際大会で実績のない韓国に対しては 国際アイスホッケー連盟内に2018年ピョンチャンオリンピックへ開催国としての出場権を付与することに慎重な意見もあったが、韓国協会が作成した強化4年計画を国際オリンピック委員会及び e ー a f が検討した結果、2014年9月19日に開催された e ー a f 総会で韓国に五輪出場権が与えられることが決定した。 ピョンチャンオリンピック開幕直前の2018年1月9日、それまでオリンピック参加の態度を表明していなかった北朝鮮が参加を表明。同月17日には両国の時間休実務会談にてアイスホッケー競技で韓国、北朝鮮合同チームの結成が政治主導で決定した。韓国代表のアメリカ人コーチ、 サラマレーは開幕直前の合同チーム結成に懸念を示したが、チームは韓国代表をベースとし、そこに特例として北朝鮮の選手が加わり、規定の選手数を上回る形で結成された。競技結果は予選リーグ参戦及び順位決定戦2試合ともに、敗れ8チーム中8位。2004年大会で初出場。二千十四年大会までの最高成績は、 ディビジョニーや3位である。ありがとうございます。